ようこそコツアス鉄道チャンネルへ。突然ですが、動画をご視聴くださっている視聴者の皆様に質問がございます。よく遅延する鉄道路線と聞いて何を思い浮かべますか？日本の鉄道は世界的に見て定時性が非常に高く、新幹線も在来線も問わず時刻表通りに列車がやってくるケースが多く、運行管理の勉強に世界の鉄道マンが訪れるほどです。しかしそれでもよく遅延を起こす鉄道路線はあり、列車遅延は鉄道事業者にとっても大きな課題となる場合があり、乗客の顧客満足度悪化にもつながる原因ともなります。そんな遅延が頻発する路線は様々な要因が絡んでいますが、その遅延発生原因は各路線によって様々であり、また日にちによっても様々な要因があります。今回はそんな遅延が多すぎる路線について10例ほど紹介した上で簡単に解説していきます。それでは本編へどうぞ。 JR 横須賀線総武快速線。最初に JR 横須賀線総武快速線を紹介します。横須賀線総武快速線は利用者数が非常に多く、千葉側、横浜側両方とも大勢の利用客がいる路線で、どちらからでも激しい混雑率を記録しています。混雑率は2019年のデータで横須賀線総武快速線とも 180% 前後以上の数値を記録しており、どちらも日本ワーストクラスの混雑路線です。そんな総武快速線がよく遅延する理由ですが、直通先の路線に関連した遅延となることが多く、特に直通先関係各路線の踏切安全確認関連で遅延するケースが多いです。さらにそれが成田エクスプレスをはじめとした成田線空港支線の成田、成田空港間をはじめとした単線区間を走る列車を伝って遅延するケースが目立つように感じます。また湘南新宿ライン、埼京線の相鉄線直通列車が大崎駅より先の蛇久保信号場から先の区間において横須賀線の線路を使って運転することについても、湘南新宿ラインや埼京線の遅れを引っ張る形で横須賀線総武快速線の遅延につながることがあります。他に混雑要因として錦糸町駅の存在もあり、錦糸町駅で千葉方面から秋葉原、新宿、渋谷方面へ向かう乗客が通勤時間帯を中心にこぞって総武快速線を下車して黄色い各駅停車に乗り換えるケースが多いです。ここで乗降に長引いてしまい停車時間が増大し、それが遅延の原因となるケースも少なからずあり、横須賀線側では武蔵小杉駅でも乗降遅延原因の遅延が発生しやすいです。JR 上野東京ライン、湘南新宿ライン。続いて2つ目に JR 上野東京ラインと湘南新宿ラインを紹介します。宇都宮線、高崎線、東海道線が絡んでおり、都心側ルートが違う上野東京ラインと湘南新宿ラインは非常に複雑かつ広範囲に至る路線網を形成しています。さらにどの列車も100キロから200キロ超えの運転がほとんどで、また湘南新宿ラインに限って横須賀線も絡み、ごく一部の上野東京ラインは JR 東海も絡んできます。長距離を走行する上に複雑な運行形態が絡み合うことから、上野東京ラインと湘南新宿ラインは遅延が多い傾向があります。その中でも特に湘南新宿ラインで遅延が目立つ傾向があり、湘南新宿ラインはあくまでも直通サービスの一環ということからか、線路を共有して走る埼京線や横須賀線を優先するケースが多く、池袋駅や大崎、西大井間の蛇久保信号場など入線待ちで遅れることがしばしば発生します。上野駅での宇都宮線、高崎線、常磐線が絡んだものや、蛇久保信号場における横須賀線と湘南新宿ラインなど平面交差支障が遅延につながることも多々あります。さらにどちらも踏切安全確認関連などでの遅延も多く、並走する京浜東北線や横須賀線などの輸送障害で列車が遅延するケースも多く発生しています。またどちらも人口密集地域や都心部を通るため、混雑や利用者の多さも遅延の要因となります。特に乗り降りの多い横浜、
上野間や赤羽駅、浦和駅、大宮駅などで列車の乗降時間やドアの開閉時間が増えることによる遅延も多いです。 JR 東海道線豊橋大垣間。続いて3つ目に JR 東海道線の豊橋大垣間を紹介します。名古屋地区の東海道線のうち豊橋大垣間では国鉄爆発前後から輸送改善に取り組んでいます。特に JR 東海は東海道新幹線に次ぐ収益源を意識してか、国鉄時代と比較してかなりのサービスレベル改善が図られ、結果名鉄線の乗客も奪う形で利用者が非常に多くなりました。それは快速列車を中心とした列車の編成両数にも現れ、日中時間帯に昔は4両編成が多かった快速列車も現在は8両編成と6両編成がメインとなるまでに成長しました。見事なサービスレベルアップを果たし、多くの乗客に利用されるようになった東海道線ですが、同時に遅延の多さというものも目立つようになりました。東海道線の遅延理由は乗客の増加以外にも、車両の座席配置や線路特性なども原因に挙げられます。使用車両の車内配置に関してですが、名古屋地区の東海道線は名鉄線との競合を意識してか、多くの座席が前を向く快適な転換式クロスシートとなっています。しかし転換式クロスシートは乗客の詰め込みが効かず、ドア付近にしか十分な立ち席スペースがないこともあってか、乗降に手間取るケースが多々あります。そのため詰め込みが効くロングシート車両の導入を一部の利用者などから待たれている状態でもあるようで、近いうちに4両編成オールロングシートの新型車両である315系3000番台の導入で一部解消が図れるかもしれません。また高架化された区間の少なさや貨物列車と線路が分離している区間が少なすぎることも理由の一つに挙げられるかもしれません。名古屋地区の東海道線では高架化が進んでおらず、踏切箇所を含んだ地上区間を通る線路が多いです。加えて貨物列車と旅客列車の通る線路について、ほとんどが首都圏の東海道線のように分離されているわけでもなければ、関西のように複々線になっているわけでもありません。拠点駅である名古屋駅を通過する貨物列車も一定数あり、貨物列車が遅延の原因になりうることも想定できるでしょう。さらに東海道線の快速列車はほとんどが豊橋大垣間直通で、片道100キロを超える区間を走破し、一部は静岡、掛川、浜松や米原にも乗り入れています。どこかで発生した遅延を長距離運行によって引きずり、それが引き金となって全体の遅延につながるケースも多々あるでしょう。琵琶湖線、 JR 京都線、 JR 神戸線。続いて4つ目に JR 西日本の琵琶湖線、 JR 京都線、JR 神戸線を紹介します。琵琶湖線、 JR 京都線、 JR 神戸線では新快速を中心に多くの列車が滋賀県の敦賀、米原から京都、大阪、三宮、神戸の京阪神三大都市圏を越えて、姫路や山陽本線の相生、上郡、また赤穂線の播州赤穂までを結ぶ長距離を走破する列車が非常に多く、また山科駅からは湖西線に入る列車も多いです。これらの路線で遅延が多い理由はいくつもあります。まず一つ目に長距離を走る特急列車の遅延の影響が挙げられます。北陸方面へ直通する特急サンダーバードや鳥取方面に行く特急スーパーハクトをはじめとして、長距離を走る特急がたくさん運転されています。特に北陸を中心とした日本海側の雪の影響により、これらの特急列車を伝って遅延するケースが多々あります。また運行形態の複雑さもあるでしょう。琵琶湖線、 JR 京都線、 JR 神戸線内で完結せず、普通列車は JR 宝塚線や JR 東西線、学研都市線など、また快速やチートは湖西線、赤穂線なども運行に関係します。サンダーバードに関してもそうですが、特に湖西線が原因となった遅延が多い印象があります。湖西線の強風がサンダーバードやチートなどに影響し、
結果として各路線の遅延につながることも多いです。またチートを中心とした集中的な混雑も挙げられ、こちらも乗客が一番早いチートに集中した結果として、チートを中心とした乗降遅延による列車遅延が多々見られます。他に日本一長い複複線があるといえど地上区間も多く、それに伴った踏切安全確認などにおける列車遅延が多いだけでなく、チートが在来線普通列車トップクラスのスピードである時速130キロで長距離を走るイメージに起因するのか、飛び込みなど人身事故が比較的多いことも理由に挙げられます。東京メトロ千代田線。続いて5つ目に東京メトロ千代田線を紹介します。東京メトロ千代田線は23区北部の北千住、綾瀬から大手町、日比谷、霞が関、赤坂などのオフィス街、観光庁街を経由して代々木上原駅までに至る路線です。北千住駅、綾瀬駅を介して JR 常磐線各駅停車と、代々木上原駅を介して小田急線と相互直通運転を行い、最長で常磐線取手駅、小田急線伊勢原駅まで直通します。千代田線は東京メトロの地下鉄9路線の中で定期客が一番多く、混雑率は東西線に次ぐ数値で非常に利用者が多いです。特に北側の北千住、町屋、西日暮里を利用する乗客が集中しており、これらの駅で乗降遅延が発生しやすいことと、過密ダイヤが千代田線の主な遅延原因となっています。その中でも北千住駅から千代田線に乗車する乗客が非常に多く、その主な乗客は東武線や常磐線快速電車、またつくばエクスプレスからの乗り換え客です。朝の時間帯は日中と比較して綾瀬、北綾瀬始発の列車が少なく、常磐線各駅停車からの直通客ですでに多くの乗客がいる中で、さらに北千住からの大量の乗客を詰め込む上、利用者数に対して北千住駅のホームが狭いことなども相まって、北千住駅付近で暖房運転を作ることなどが遅延の原因となっています。さらに地下にあるホームも車内も過密であるせいなのか、急病人の発生を促す要素ともなってしまうことがあり、空気の循環や窮屈な状態が長時間続くことが関連します。急病人の発生によって救護活動に必要な時間を要し、それに伴って遅延が発生することもしばしばあります。このほか代々木上原駅から直通してくる小田急線の遅延に関連した列車遅延もありますが、ここでは小田急線関連は省略とさせていただきます。JR 埼京線。続いて6つ目に JR 埼京線を紹介します。JR 埼京線も混雑率がかなり激しい路線であり、また遅延が多く発生している路線です。埼京線の遅延原因にも混雑が挙げられ、特に大宮、川越寄りの車両となる1号車から3号車あたりを中心に変調して混雑する傾向が見られます。これは新宿駅や渋谷駅で乗客が使用するのに便利な階段が大宮、川越寄りに集中して配置されているためです。ただ最近になって新宿駅新南口の整備が進んだことや渋谷駅ホームの移設が完了したことなどによって、その変調傾向は緩和に向かっています。このほか湘南新宿ラインとの兼ね合いも遅延の要因です。埼京線は池袋、新宿、大崎、武蔵小杉、新鶴見信号場間にて湘南新宿ラインと線路を共有して走っています。特に遅延が発生しやすい湘南新宿ラインの遅延や、その他の路線から湘南新宿ラインに引きずった遅延で埼京線が遅延してしまうことがしばしばあります。そして埼京線車両の車両基地、川越車両センターがある大宮、川越間の川越線も大きく関連しています。もともと埼京線の車両基地は川越線内に設置する予定がなく、差し扇、南古谷間に車両基地を置いた理由は、そこしか余っている土地がなかったという点に起因します。しかしその川越線は単線で運行されており、対向列車の遅延が原因で列車交換をする反対の列車も巻き添えで遅延してしまうことも多くなっています。このため埼京線関連で列車遅延が発生すると、
より利用者の多い埼京線に遅延波及を防ぐために、大宮、川越間の川越線は川越線内で折り返し運転することも多いです。しかし川越線が遅延原因となる理由については、川越線内にある荒川橋梁に風速規制が設けられていることです。突風による脱線転覆事故を防ぐ目的などで、この荒川橋梁では風速が一定以上になった場合、列車の速度制限や運行停止が行われます。この風速規制に伴う遅延が以前は頻繁に発生しており、特に早朝に運転見合わせが発生してしまうと車両の出庫ができなくなって運転に影響が出ることが多いです。ただし最近では荒川橋梁に防風柵が整備されたことにより風速規制に伴う遅延は減少傾向にありますが、それでも風速規制起因の遅延はたびたび発生しています。近々この荒川橋梁は架け替えが予定されており、架け替えと合わせてさらなる暴風対策が望まれるでしょう。小田急線。続いて7つ目に小田急線を紹介します。小田急線はかつて遅延発生件数が非常に多かったですが、最近になってその件数が減少しました。しかしそれでも遅延発生率は比較的高いように見受けられます。その要因にはいくつかありますが、まずは快速急行への混雑偏重が挙げられます。特に通勤通学時間帯において快速急行へ利用者が集中し、他の列車と比較して特に快速急行へ乗客が偏ってしまいます。江ノ島線藤沢と新宿を結ぶ快速急行の混雑が特に激しくなっており、また2018年3月から登戸駅にも快速急行が停車を開始したことも原因に挙げられ、登戸からの乗客が快速急行に集中したせいなのか、通勤急行や急行などとの遠近分離についてうまく機能できていない可能性があることも挙げられます。また千代田線との直通も遅延の要因で、千代田線の遅延が小田急線にも波及することがあります。そして小田急線の列車遅延として特に多い原因が安全確認による遅延が挙げられます。それは踏切での安全確認などもそうですが、特に多いのが小田急独自のルールによるものです。小田急線は車両のドアを閉めた後安全確認を比較的長く取り、しっかり車掌さんが安全確認をしてから発車します。特にホームにいる旅客が全員黄色い線の内側に入らないと列車の発車ができない厳格なルールがあることが特徴で、これが原因で列車の遅延が発生するケースが多いです。これは何かの旅客転落事故が原因だったと記憶していますが、少なくとも10年以上は継続してこのような扱いを続けているはずです。ただこれでも2018年3月のダイヤ改正で福福線化がおおむね完成した時を境に減少傾向にあります。それ以前はそもそもとして列車の混雑が激しく、それが原因となった遅延が頻発していたのですが、現在でも先ほどまで挙げた事柄がメインで遅延することが多々あります。ちなみに千代田線の遅延に関しては、福福線化完了以前の場合、千代田線直通列車を運休処置とするか、新宿行きにして対処するケースが多くありました。現在でも時折千代田線直通列車を運休したり新宿行きにするケースが見られることがありますが、福福線化完成以降は千代田線にある程度逃さないと、そのままの本数では代々木上原新宿間が確実にパンクしてしまい、逆に運休とした場合は列車が大幅に少なくなるため、それが原因なのかあまり見られなくなっています。JR 阪和線。続いて8つ目に JR 阪和線を紹介します。 JR 阪和線といえば遅延大魔王、阪和線クオリティなど、関西いや日本トップクラスで遅延がたびたび発生する路線であり、遅延頻発路線の代名詞的存在ともいえます。阪和線の遅延原因にはいくつかありますが、真っ先に挙げられる事柄は多種多様な列車が過密に運転されていることや、天王寺駅入線待ちの列車が作る暖房運転、また環状線へ直通する関空紀州路快速や他路線と直通する遥かや黒潮などの特急列車が持ち込む遅延も阪和線の遅延原因の一つに挙げられます。
さらに沿線住民に所得が低い世帯が多いことによる直車事故や近隣住民の自動車マナーの悪さによる踏切事故も主な遅延の要因です。阪和線沿線は所得が低い世帯が多い地域も多く、それに伴ってか踏切や沿線、また駅ホームから列車に飛び込む人身事故が発生することが多々あります。さらに所得が低い世帯が多い地域も多いことに起因してか、沿線住民の交通マナーの悪さも挙げられます。そして関連した自動車との踏切事故や踏切無謀横断などもあり、さらに開かずの踏切も多く抱えていることで、安全確認をした結果の遅延も多く発生しています。さらに車両故障もかつては多く発生し、特に老朽化した国鉄時代製造の103系などがぶっ壊れて阪和線の遅延につながる要因となることも多々ありました。他にも関西空港線の強風原因による遅延が発生したり、布団が吹っ飛んだなどといった原因など、変な原因の遅延がちょこちょこと発生することもあり、多発する遅延に対して南海電車が振り替え輸送を受託し、その混雑で南海電車が遅延するケースもあります。阪和線の遅延が接続待ちの東海道新幹線に波及し、最後は関西から遠く離れた関東の小田急線にまで遅延が波及したという都市伝説もあるくらいです。ただし老朽化した国鉄時代の車両に関しては、近年は新型車両が大量に導入されたことによって2017年までに全て姿を消しています。特に2010年から2017年にかけて225系が大量に導入され、これは阪和線の車両近代化と故障原因遅延の減少に貢献しています。踏切関連の事故や人身事故などに関しても、連続立体交差事業の進展や鉄柵の整備などによってだいぶ件数を減らしつつあります。ただだいぶ遅延発生件数がマシになったとはいえ、阪和線の駅のほとんどにホーム柵などが整備されていません。今後は利用者が多い三国ヶ丘、大鳥、泉府中、日根野などを中心に駅へのホームドア整備も課題となりうるでしょう。 JR 鹿児島本線。続いて9つ目に、最近遅延が多発するようになった JR 鹿児島本線を紹介します。 JR 九州では2022年9月のダイヤ改正で、鹿児島本線など福岡都市圏の主要路線も含めて管内在来線各路線で大規模な減便減車が行われました。これは2020年以降のパンデミック状況下で輸送人員が急減し、減った輸送人員に合わせて輸送力を適正化するためでしたが、急激な減便減車に加えて回復傾向にある乗客数から混雑による遅延が目立つ状況となってしまいました。また乗客が奥まで詰めずに扉の手前に留まり続け、乗客の流動が滞留してしまうことによる原因もあります。しかし根本的に輸送力が小さくなってしまい、そこに増え続ける乗客を無理やり押し込む状況となり、結果として乗客、JR 側双方の原因で乗降遅延が発生し、列車遅延につながってしまっていると考えられます。ただしこの混雑問題や遅延に関しては解消の方向に向かっており、2023年6月からピーク時間帯に臨時列車の増発を行いました。老朽車両を一気に運用離脱、廃車させたことなどもあって、車両不足状態であることが起因して、年単位にはなると思いますが改善の方向には向かっています。しかし乗客側としてもなるべく通路まで行くなど、よりスムーズな運転が可能とできるような意識の改善を図る必要があるのも事実です。東急東横線。最後に東急東横線を紹介します。東急東横線も2023年3月のダイヤ改正を機に遅延発生率が大幅に上がってしまった路線の一つです。東急東横線で遅延が頻発することになった原因として、まずはワンマン運転の開始に伴うオペレーション変化が挙げられます。ワンマン運転導入後は運転士が運転だけでなく、従来車掌が行っていた乗客の安全確認も行いますが、これに対応する乗務員訓練の不足がまず挙げられます。また東横線でのワンマン運転開始に伴って、駅から流れるブザーに代わって新しく採用された
車両から流れる発車サイン音が聞こえにくい問題もあります。それまでの駅から流れるブザー音は比較的大音量であり、扉が閉まるタイミングの判別は容易でした。しかし車両の車外スピーカーから流れる発車サイン音は駅からのブザーと比較すると比較的音量が小さいです。さらにサイン音の音程の問題なのか、その小ささと相まって混雑した駅構内の雑踏や騒音によってサインブザーの音がかき消されることもあります。これにより乗客が扉の閉まるタイミングを正確に把握できず、遅延の要因となることがあります。さらにオフィス回帰や移動需要の急回復に伴い、東横線の乗客数がパンデミック以前の数値に回復し続けています。しかしオフィスに再度出社することになった通勤客が数年ぶりに使う満員電車の乗り方を忘れた可能性もあり、それに関連した乗降の手間取りも原因と考えられます。乗客の乗り方に関しては東急側としても安定運行、遅延抑制に向けたご理解とご協力のお願いというお知らせを出して乗客に促しています。いかがだったでしょうか。今回は遅延が多すぎる頻発する路線について10路線ほど紹介しました。紹介した路線は次に述べる10種類であり、 JR 横須賀線、総武快速線、 JR 上野東京ライン、湘南新宿ライン、 JR 東海道線、名古屋地区、豊橋、大垣間、 JR 琵琶湖線、 JR 京都線、 JR 神戸線、東京メトロ千代田線、 JR 埼京線、小田急線、 JR 阪和線、 JR 鹿児島本線、東急東横線となります。他にも遅延が多い路線は多々存在すると思いますので、皆様もぜひコメント欄にて他の遅延が多い路線、また動画の感想などを教えてください。そしてこの動画が良かったと思った方はぜひ評価ボタン、またチャンネル登録についてぜひお願いします。それではご視聴ありがとうございました。ようこそコツアス鉄道チャンネルへ。渋谷と横浜を結ぶ東急東横線は、文字通り東京、渋谷と横浜を結ぶ都市間連絡路線として建設され、都市間連絡だけでなく通勤通学生活路線の一面も持っています。そんな東急東横線では2023年3月18日より新しく開業した東急新横浜線経由で相鉄線との相互直通運転を開始しました。ところがこのダイヤ改正後に東急東横線では同じく相鉄線と相互直通運転をするようになった目黒線とともに列車遅延が多発するようになってしまっています。以前より東横線は遅延が多い路線としてランクインする機会もそれなりにありました。しかし相鉄線との相互直通運転開始に伴うダイヤ改正以降、東急東横線自体の遅延件数がさらに増えています。なぜでしょう。今回の動画ではどうして最近東横線で遅延が多発しているのかについて紹介していきます。それでは本編へどうぞ。東急東横線の概要。東急東横線は東京都渋谷区の渋谷駅と神奈川県横浜市にある横浜駅までの 24.2km を結ぶ東急電鉄の主要路線です。途中経路には高級住宅街の中目黒や自由が丘、田園調布などに新興住宅街として発展している武蔵小杉や商店街を多く抱える横浜市北部の日吉や菊名、白楽などもあります。路線名である東横線の東横という文字は起点となる場所の頭文字から取られていて、東は東京で、横は横浜を指します。東急東横線は横浜駅を介して横浜高速鉄道みなとみらい線、日吉駅経由で東急新横浜線、新横浜駅を介して相鉄線、渋谷駅を介して東京メトロ副都心線と相互直通運転を行います。
さらに副都心線の小竹向原駅を介して西武線、和光市駅を介して東武東上線とも相互直通運転を実施しており、計5つの路線と相互直通運転を行っているのが特徴です。この相互直通運転によって東急東横線では東急の車両以外にも横浜高速鉄道の車両を見かけることがあるほか、その他にも相鉄、東京メトロ、西武、東武の車両を見かけることがあり、また直通先各路線でも東急の車両を見ることができます。またかつては東京メトロ日比谷線とも相互直通運転を実施しており、現在でも回送列車でごく稀に日比谷線の車両を見かけることがあります。ここ最近東急東横線で遅延が多発？そんな東急東横線ですが、ここ最近になって遅延が毎日のように多発しています。以前から東急東横線自体、多数の鉄道路線と相互直通運転を行っている関係もあって、遅延もそれなりに発生はしていました。しかし2023年3月18日に、相鉄線との相互直通運転開始に伴うダイヤ改正を実施して以降、目に見える形で遅延件数が増加しています。2023年3月18日から5月31日までの75日間において、ツイッター上で東急が東横線の運行情報をお知らせした日数は、計算が合っていれば28日となります。遅延の原因としては東急東横線内での旅客対応、また東武東上線をはじめとした直通先他社線内における人身事故や安全確認とたくさんあります。しかし2023年5月11日に自由が丘駅付近で発生した落雷が原因となる保安装置や踏切設備など信号設備の故障、また5月31日に日吉駅で発生した発煙によるポイント故障で長時間運転を見合わせる事態になってしまうなど重大なトラブルも発生しています。特に日吉駅で発生したトラブルに関しては、今年3月に完成したばかりである東急新横浜線への線路で3月26日にも発生しており、これで2度目です。特に5月31日の発煙は武蔵小杉、菊名間において6時間近くも運転を見合わせる事態にまで発展しています。ではどうしてダイヤ改正以降東横線では遅延が多発してしまっているのでしょうか。なぜ東急東横線で遅延が頻発？東急東横線で遅延が頻繁に起きてしまう理由はいくつかありますが、乗客側の原因と東急側の両方に原因があるのではないかと考えられます。まずは乗客側の原因について見てみましょう。乗客側原因として挙げられる事柄は、全国的に往来需要が急回復したことが挙げられます。2020年から世界的に流行が拡大した COVID-19 感染症ですが、感染拡大当初は対策が手探りだったこともあり、世界的に非常事態宣言の発令などが行われました。その非常事態宣言において外出禁止命令なども行う国が続出、我が国でもそれに近い実態となる外出自粛命令が発令され、人々の往来が以前と比較し急激に減少したのです。2020年5月に非常事態宣言に伴う外出自粛命令が一旦解除され、それ以降徐々に移動需要は増えていきましたが、パンデミック状況下が続く状況で宣言と解除が繰り返される状況下、完全に状況が回復したとは言い難い状況でした。それに伴って2020年以降にオフィスワーカーを中心に、オフィスに出社するのではなく在宅で業務を行うリモートワーク制度を導入する企業が増えました。一時的に乗客が急減したことで、2020年春の非常事態宣言中、東急では1日に数億円が消えるという危機的状況に陥り、以降もリモートワークを継続する企業が多数あり、そのリモートワークの普及によって鉄道各社は利用客が減少、その利用客はもう回復しないと予測され、特に IT 企業が多い渋谷を拠点とする東急は厳しい現実に落とされます。しかし COVID-19 感染症の弱毒化と対処法が確立されると、2023年頃から海外旅行が徐々に解禁されるなど、移動需要は急激に元に戻っていきました。これに関連してリモートワーク制度を導入した企業でも
以前通りオフィスに出勤する形態へ切り替える事例が多数発生します。また完全にオフィスへ出勤することを取りやめたとしても、週に何回かは出社することを義務付けたハイブリッドワークを導入する企業も多数発生。それに伴って鉄道利用者も急激に回復傾向を見せており、東横線の利用者数も回復傾向にあります。しかしそれまでリモートワークで対応していた通勤客が久々にオフィスワークしたいとなったことによって、満員電車に乗り慣れていない乗客が多発したと考えられます。それによって乗客の乗降に手間取り、遅延発生件数が多くなってしまったというのが一つの原因として考えられるのではと思います。これに関しては東急も問題視しているようで、5月に入ってウェブサイトにて乗客へ向けて安定運行、遅延抑制に向けたご理解とご協力のお願いを出しています。しかし乗客原因だけが遅延の原因ではないことは明らかで、今度は東急側における遅延多発原因を見てみましょう。真っ先に挙げられることは東横線のワンマン化であり、それに対する乗務員訓練が足りなかったのではということが挙げられると考えられます。東急東横線では2023年3月のダイヤ改正以降、東急新横浜線を介した相鉄線との相互直通運転開始に合わせて原則的にワンマン運転が行われています。ワンマン運転化に至った理由としては、もともと東急新横浜線自体が目黒線を延伸した形であり、ワンマン運転が行われている目黒線と取り扱いを合わせたことが挙げられ、この他に経営事情の急激な悪化などから社員数の削減を目的としていることも考えられます。ちなみに東横線の乗り入れ先である東京メトロ副都心線では2008年の開業当時からワンマン運転を行っています。そのためワンマン運転に関する機器はすでに備え付けており、東横線でも副都心線向けワンマン運転システムを一部共通化の上で実施していると考えられます。しかしダイヤ改正と合わせて東横線においても目黒線に合わせてワンマン化を実施したものの、ダイヤ改正前までは車掌さんが乗務するツーマン乗務であり、ダイヤ改正後から基本的にワンマン運転と急に変わりました。ダイヤ改正以前からもその準備は徐々に進んでいましたが、ワンマン運転に伴う乗務員訓練の不足も原因と考えられます。しかしもっと決定的な理由があり、それはワンマン運転化に伴って駅構内の放送が減少したことです。特に駅構内のスピーカーから大音量で発車ベルなど自動放送を中心とした発車案内の放送が減少しました。代わって発車案内などの放送について、車両に備え付けられたスピーカーを使って流すケースが増加しました。しかしこの車外スピーカーは駅のスピーカーと比較して音量が小さいという問題があるようです。そのため混雑する駅では雑音にかき消されてしまい、乗客が聞き取りづらくなってしまうというケースも増加したことで、発車サイン音が流れたことを乗客が知らないまま、乗客が扉の閉まるタイミングがわからないことも理由として考えられるのではないでしょうか。駅でのベル扱い廃止は駆け込み乗車助長を抑止する効果があるようで、実際に JR 常磐線各駅停車では一定の効果があるようですが、東横線では利用者が多い上にスピーカーの音量が小さく、かつ発車サイン音がこもって聞こえることが原因で、乗客が扉の閉まるタイミングを認知できず、それによって扉付近の乗客が奥に詰めるタイミングを認知できず、結果として扉に物や乗客が挟まれて再開閉扱いなんてことも遅延発生につながっているようです。他に2023年3月18日から始まった相鉄線と東急線の直通運転は、中目黒、渋谷方面へ向かう東横線以外にも目黒方面へと向かう目黒線とも相互直通運転を行っています。そのため東横線と相互直通運転を行っている東京メトロ副都心線や東武東上線、西武線、さらに横浜高速鉄道みなとみらい線だけではなく、目黒線やその相互直通運転先である都営三田線に東京メトロ南北線、埼玉高速鉄道線からの遅延を拾いやすくなりました。これらも遅延が多発するようになった原因の一つかもしれません。特に東横線だけで見ると、他路線から拾う遅延の大半を
東京メトロ副都心線を介して東武東上線で発生した人身事故から拾いやすくなっているのが現状です。東武東上線での人身事故発生件数は例年日本トップクラスで、そのとばっちりで東横線が遅延することもしばしばありますが、ここ最近それがさらに増えているように感じます。そして相鉄、東急の相互直通運転ですが、実は車両の設備面で致命的な問題があります。その問題とは、相鉄線への乗り入れ可能な車両が東横線からは東急所属の10両編成と相鉄の車両に限られることです。これは保安装置などの搭載している機器の問題であり、東横線では東急の10両編成と相鉄の電車しか相鉄線に対応した保安機器を設置しておらず、また目黒線でも相鉄線に対応した保安機器を相鉄線の車両と東急所属の車両しか備えておらず、さらに東急所属の目黒専用車両でも3020系は暫定的に相鉄線への直通運転ができておらず、それは一部の相鉄専用機器搭載工事施工未実施が関連します。このほか東横線では副都心専用の車両も含めて8両編成が東急新横浜線に原則入線不可とされ、それは新横浜線内のホームドアシステムが関連します。なぜ東急と相鉄の車両だけに相鉄線への直通運転が限定されるのでしょうか。それは関係各社の事情が関係していると考えられます。ここでは東横線関連での事情のみに絞りますが、特に西武の場合は横浜、みなとみらい方面と比べて利用数が少ないことが予測されるので新横浜へは乗り入れないとしています。一方で東武の場合は東海道新幹線との乗り換え需要が高い新横浜までの乗り入れを行うとしている一方、そこから先の相鉄線方面に関しては新横浜方面と横浜方面よりも西武線、東武東上線方面から投資で乗る人が比較的少ないこともあるのかなにもコメントはされていません。東京メトロの車両も一部で相鉄専用の機器が搭載できるようですが、基本的に相鉄と東急の間での事業であるためか、東京メトロの車両を直通させる動きはありません。さらに相鉄の車両は元町中華街までの運転は可能ですが、東京メトロ副都心線に入るとは格子までしか運転できず、西武線へも東武東上線へも直通ができません。このため東武東上線と相鉄線の直通運転に関しては15編成しかいない東急の10両編成しか直通ができません。これによって列車運行の柔軟性がかなり欠如しており、それも遅延の拡大につながっていると考えられます。ちなみに当初は相鉄線内や JR 線内の遅延も引っ張る懸念がありましたが、実際には東横線や JR 線からもらった遅延を相鉄が吸収していることが多いようです。いかがだったでしょうか。今回の動画をご覧いただいたことによって、なぜ東急東横線で最近遅延が頻発しているのかについて、情勢回復と乗客の乗り方に関する不慣れ、ワンマン化に関連する設備や乗務員訓練の問題、相鉄線直通に関連した車両設備などが主に考えられること、特に乗客のオフィス回帰に伴う動きと満員電車に乗り慣れていないことが関連すると考えられ、またワンマン化に関連して主体的に使用し始めた車外スピーカーの音が聞き取れないことも関連すると考えられること、それに相鉄線直通に関する車両の制約も原因として考えられること、このほか落雷に関連する自由が丘駅での事例や複数回あった日吉駅での線路トラブルなど設備関係による大きな原因も最近複数回あったことなどについて知ることができたのではないかと思います。この動画が参考になったと思った方はぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またチャンネル登録についてもぜひお願いします。それではご視聴ありがとうございました。
皆さんこんにちは。コツアズ鉄道チャンネルへようこそ。湘南新宿ラインは東海道線、高崎線、または横須賀線、宇都宮線を新宿経由で直通運転して走る列車のことを指します。神奈川県内から渋谷、新宿、池袋などの副都心地域へアクセスする手段としては一番速達性が高く、小田急線や東急東横線など並行する私鉄よりも所要時間が短いです。神奈川県内と埼玉県内を渋谷や新宿、池袋を経由して結ぶ路線系統で、両方向から利用客は非常に多いです。しかし湘南新宿ラインは毎日のように遅延する路線として、利用客の間ではあまり評判が良くありません。なぜそんな高い頻度で運転見合わせやダイヤ乱れが起きてしまうのでしょうか。この動画をご覧いただくことによって、湘南新宿ラインがよく遅延する理由についてわかるかと思います。それでは本編へどうぞ。湘南新宿ラインの概要。湘南新宿ラインは主に東京駅、上野駅をターミナルとして放射状に運転している首都圏の中距離電車を、池袋、新宿、渋谷の各副都心エリアを直通運転し、利便性を向上させる系統として2001年12月1日ダイヤ改正より運転を開始しました。2015年3月15日改正より開業した上野駅と東京駅を経由する上野東京ラインとともに、北関東と神奈川県を結ぶ路線愛称となっています。湘南新宿ラインは新宿駅を経由し、宇都宮線と横須賀線を直通する系統と、高崎線と東海道線を直通する系統の2つが存在しています。運行区間は宇都宮線、横須賀線系統が宇都宮から逗子間、高崎線、東海道線系統が高崎から小田原間で、一部が高崎駅より先、前橋まで直通する形になります。赤羽から横浜間で上野東京ラインと湘南新宿ラインは別ルートを取るような形となりますが、湘南新宿ラインよりも上野東京ラインの方が直線的なルートを通っていて、上野東京ラインの方が若干所要時間が短いケースが多いです。2015年の上野東京ライン開業以降は、埼玉県方面と神奈川県を移動する利用客も分散し、慢性化する混雑が一定程度緩和されました。なお、上野東京ラインと湘南新宿ラインの違いについては、こちらの動画にてまとめていますため、ぜひ参考にしていただけたらと思います。湘南新宿ラインがよく遅延する理由。さて、そんな湘南新宿ラインですが、首都圏の路線の中では比較的遅延発生件数が多い傾向にあります。その湘南新宿ラインがよく遅延するその理由についてですが、主に4つ考えられます。運行距離が長いこと、直通運転先路線での遅延が比較的多いこと、首都圏の広範囲で比較的複雑に運転されていること、そもそも湘南新宿ラインの優先度が高くないこと。考えられる理由としては以上の4つについて挙げられます。ここではこの4つについてそれぞれ内容を深掘りして解説していきたいと思います。運行距離が長いこと。湘南新宿ラインの運行距離は長く、それは遅延の温床になっていると言えるでしょう。ここで湘南新宿ラインの最長距離列車における営業キロを見ていきましょう。まず
高崎線、東海道線系統ですが、小田原から前橋間で 202.5km となります。主要区間である小田原から高崎間に限定してみると 192.7km となります。宇都宮線、横須賀線系統については逗子から宇都宮間で 165.3km となります。このように片道 150km 以上の道のりがあり、しかも片道 150km 以上の道のりを走破する列車が多数存在します。そして走行距離が長い分、始発から終点までの途中で何かトラブルが発生する確率が高くなることは容易に推測できるでしょう。線路の距離が長ければ長いほど、途中の地点で何らかの輸送障害が起こりやすいことも推測でき、その結果遅延が多くなってしまうものと推察できるでしょう。直通運転先の路線での遅延が比較的多いこと。湘南新宿ラインは主な運転区間に絡む東海道線、高崎線、横須賀線、宇都宮線以外にも線路を共有している区間がある関係で、ダイヤ乱れの影響を直に受ける立場にあります。当然東海道線、高崎線、横須賀線、宇都宮線の遅延を湘南新宿ラインが引っ張ることも非常に多くあります。しかしそれ以外にも要因として考えられる区間はあります。その区間は主に3つです。1つ目は池袋から大崎間の埼京線と同一線路を走行する区間。2つ目は埼京線が大崎駅を境に東京臨海高速鉄道臨海線と相互直通運転を行っている区間です。まずこの2つの区間で埼京線へ直通する列車が臨海線内で遅延し、大崎駅への到着が遅れます。そうすると埼京線内へ入るダイヤが乱れ、その後に迫る湘南新宿ラインの列車もダイヤが乱れるという悪循環が発生します。そして3つ目、埼京線がもう一つ直通先にしている相鉄線の存在です。大崎から武蔵小杉間も湘南新宿ラインは独立した線路を持っていませんので、横須賀線の列車が走る線路を湘南新宿ラインと共有しています。そしてこの区間では埼京線の相鉄線直通列車も運転されています。その関係で相鉄線内でダイヤ乱れが発生した場合、こちらも引きずることになります。このように池袋から武蔵小杉間は非常に過密なエリアとなっていることから、これもまた湘南新宿ラインを遅延させる原因の一つになっていると考えられます。首都圏の広範囲で複雑に運転されているため、湘南新宿ラインの直通先の運転区間は首都圏各路線に足を伸ばしているので、他の首都圏路線よりもダイヤが乱れやすい環境下に置かれています。そのため遅延、運転見合わせが多く発生します。あまり関係のないように感じますが、平行に走行している京浜東北線や山手線、横須賀線が直通運転している総武快速線のダイヤ乱れの影響も受けてしまうことがあります。例えば京浜東北線に何か不測の事態が発生すると、その隣を走る東海道線、宇都宮線、高崎線に影響が出ます。その背景として主に安全確認等で列車を一時的に止めてしまうことや、東海道線、宇都宮線、高崎線を代替輸送手段として使用し、
京浜東北線からの利用客のための接続を取ると、通常運行では発生しない遅延の原因を作り出すからです。このように湘南新宿ラインは並行路線、線路共有路線と深い関わりを持っていることから、ダイヤは大きく乱れてしまうことになります。もはや湘南新宿ラインという路線単体だけを視野に入れて考えることは難しい問題だと思われます。湘南新宿ラインの優先度が高くないこと。さて、これまで湘南新宿ラインの遅延が多くなる原因についてさまざまなことを説明しました。しかし最大の理由としては、そもそも湘南新宿ライン自体の運行の優先度が高くないであろうことが考えられると思います。もし列車が止まってしまった場合、ダイヤ乱れの原因が復旧次第運転再開をしますが、ダイヤを復旧する際には各路線の列車運行が優先されます。例えば宇都宮線のダイヤが乱れた場合、その後の復旧は上野行きの宇都宮線が優先されます。この時湘南新宿ラインの運行は優先されず、湘南新宿ラインの列車を運休にしてでも本線の遅延回復に力が注がれます。また埼京線との線路共有区間でももちろん埼京線の遅延回復が優先となります。湘南新宿ラインは自発列車になりますので、ここでも後回しとなります。湘南新宿ラインは上野東京ラインと同様に直通サービスでしかないため、遅延した場合直通運転は取りやめとなります。このようにトラブルが発生した路線の運転が再開しても、湘南新宿ラインの運転は引き続き中止されてしまうのはこのためです。優先度が高くない理由を証明する例として、東日本大震災に伴う輪番停電の影響などが挙げられます。この時各線区の運行再開に時間を要していますが、基本的には減便ダイヤにて首都圏の各路線は運行を継続しました。しかし湘南新宿ラインは2011年3月11日から4月3日までの約1ヶ月程度、長期にわたって全列車が運休となっている事例があります。この東日本大震災での出来事は湘南新宿ラインの優先度が低いことを証明するものと捉えてもおかしくはないでしょう。さて、今後の湘南新宿ラインとして大きな変化が起きるのは、武蔵小杉駅の横須賀線ホーム増設があるでしょう。湘南新宿ラインは横須賀線とホームを共有していますので、直接的な関わりが出てきます。現在は一つのホームで上下線両方の列車をさばいている武蔵小杉駅ですが、季節ホームは新宿・東京方面の乗り場専用として、新たに新川崎・横浜方面用乗り場の専用ホームを2023年3月末までに完成させるということです。横須賀線の武蔵小杉駅ホームの増設工事は2020年4月に着工し、工事は順調に進んでいます。計画自体は2018年7月に決定していました。武蔵小杉駅では2019年11月末より埼京線の相鉄線直通列車乗り入れが始まっており、列車本数が増加しています。このホームが出来上がることにより利便性が上がると同時に人の流れも良くなり、日常となっている混雑を軽減させる狙いがあるものとみられます。今後もこの武蔵小杉駅のように
混雑の著しい首都圏路線の駅ではこうした取り組みが増えてくるかもしれません。2021年には運行開始から20周年を迎えた湘南新宿ライン、これからも便利な直通サービスの継続を願いたいです。いかがだったでしょうか。今回の動画をご覧いただいたことによって、湘南新宿ラインの遅延が多い理由について、運行距離が長いことが関係すること、直通運転先の路線での遅延が比較的多いことも関係すること、首都圏の広範囲で複雑に運転されていることも関係すること、そして何より湘南新宿ラインの優先度が高くないことが最大の理由と推測できることなどについて知ることができたのではないかと思います。この動画が参考になったと思った方は、ぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またチャンネル登録についてもぜひお願いします。それではご視聴ありがとうございました。皆さんこんにちは。コツアズ鉄道チャンネルへようこそ。鉄道各社は各社安全運行に努めながら定時運行が行えるように努力もしています。しかし電車の遅延はどうしても低確率でも発生してしまうことがあります。その理由として挙げられるものとしては、混雑や車両故障、人身事故、旅客同士のトラブル、走行距離が長いなど様々な原因で生じることがあります。今回は遅延が多い路線のうち、神奈川方面から新宿へと向かう小田急線がなぜ遅延が多いのかについて解説していきたいと思います。なぜ小田急線は遅延が多いのでしょうか。それには小田急線が抱えているある事情が関係していたのです。それでは本編へどうぞ。小田急線の概要。小田急線は箱根へ行く特急ロマンスカーで有名な路線だとご存知の方も多いでしょう。ではこの小田急線はどこを走っているのかというと、世界一乗降客数が多いことで有名な東京の新宿駅を起点とし、途中下北沢や登戸、新百合ヶ丘、町田、相模大野、海老名、本厚木など東京都の多摩地域や神奈川県の相模地域を経由して小田原へと向かう小田原線、途中の新百合ヶ丘から分岐して長山や多摩センターなど多摩ニュータウンを経由し唐木田へと向かう多摩線、相模大野から分岐して中央林間、大和、湘南台、藤沢など神奈川県の県央地域、湘南地域を経由して観光地の江ノ島がある片瀬江ノ島へと向かう江ノ島線の計 120.5 キロを走る3つの路線から成り立っています。また小田急線は首都圏の私鉄の中では相互乗り入れが多いことも特徴です。準急など一部の一般列車は途中の代々木上原駅から明治神宮前や表参道、乃木坂、赤坂、霞ヶ関、日比谷、大手町、北千住へと向かう東京メトロ千代田線に乗り入れ、さらに一部が千代田線の綾瀬駅から先は亀有や千葉県の松戸や柏、茨城県の取手方面へと向かう JR 東日本の常磐線各駅停車へと乗り入れております。さらに特急ロマンスカーの車両はメトロ箱根、メトロホームウェイ、メトロ江ノ島で東京メトロ千代田線の北千住まで乗り入れるほか、小田原駅からは特急ロマンスカー箱根が箱根登山鉄道に乗り入れ、
箱根登山鉄道線の箱根湯本駅まで直通運転、そして新町田駅から富士山が静岡方面へ向かう JR 東海の御殿場線の御殿場駅まで乗り入れ、東は通勤型車両で茨城県の取手、西は静岡県の御殿場までと、かなり広い範囲で直通運転をしております。またこの相互乗り入れにより、東京メトロ千代田線、 JR 東日本常磐線各駅停車の車両を見ることができます。小田急線は遅延が多い？そんな小田急線ですが、比較的遅延が多い路線と感じます。本当に遅延が多いのでしょうか？2018年に国土交通省のホームページ上に掲載された東京圏の鉄道路線の遅延見える化平成30年度では、小規模な遅延の発生状況が11日以上となっていて、小さなトラブルが原因の遅延が日常茶飯事となっていて、遅延証明書が発行された日数も 0.8 日以上となっています。そして小田急線の遅延件数はこの2018年のデータ以外にも、2022年だけで24件、2021年だけで32件となっていて、遅延が比較的多いことがわかります。小田原線だけで 82.5 キロと、そんなに長距離を走っているというわけではないのですが、なぜこんなにも遅延が起きてしまうのでしょうか？それには小田急線が抱える様々な事情と原因があります。その事情や原因とは一体何でしょうか？小田急線の遅延原因とは？ではどういった理由で小田急線の遅延が多くなってしまっているのでしょうか？小田急線が遅延する最大の原因と考えていっても良いのは人身事故でしょう。2022年7月13日時点で、小田急線の人身事故は2022年において全線で17件発生しています。小田原線では7件、江ノ島線では9件、多摩線では1件起きています。また先述した通り、小田急線は東京メトロ千代田線や JR 東日本の常磐線各駅停車、箱根登山鉄道、JR 東海、御殿場線などといった路線と直通運転をしています。その中でも直通運転先の一つである千代田線は遅延が多く、混雑率がひどいことでも有名です。福福線化以前は千代田線の直通列車が少なく、影響も最小限で済んでいました。しかし2018年の福福線化以降、千代田線、JR 常磐線各駅停車直通の列車がかなり増えています。そのため千代田線常磐線方面からの遅延を拾ってくるようになったことも、遅延の原因の一つと考えられます。千代田線は北千住大手町間を中心にかなり混雑します。特に北千住駅は千代田線だけではなく、常磐線、快速電車、東武スカイツリーライン、日比谷線、つくばエクスプレスが乗り入れるターミナル駅です。これらの路線から千代田線に乗り換える旅客ですし詰め状態となり、町や西日暮里間では2019年時点で179% もの混雑となっています。千代田線の沿線である大手町や日比谷などはオフィス街なので、降車客が非常に多いです。そして千代田線に直通する電車は全てが綾瀬北綾瀬で折り返しではなく、その先の JR 常磐線各駅停車にも乗り入れています。そしてこの常磐線も千代田線に負けず劣らずの混雑で、千代田線と小田急線が相互乗り入れしている各駅停車は、ピーク時に亀有綾瀬間でコロナ前の2019年の時点で 149% の混雑となっております。常磐線は亀有や金町、新松戸などの各駅に停車し、千代田線に直通する各駅停車だけではなく、
品川上野方面から茨城県の土浦や水戸、成田線方面へと向かう快速電車や、福島県のいわきや原の町、宮城県の仙台方面へと走る特急日立号、時和号も走っています。常磐線でのトラブルが起きた場合、千代田線の電車が走る各駅停車だけではなく、取手、土浦方面の快速電車や時和号、日立号、そして常磐線の快速が乗り入れている上野東京ラインが直通している東海道線や宇都宮線、高崎線、成田線、新松戸駅で乗り換え可能な武蔵野線などの JR 東日本の各路線にも影響が広がってしまうことも考えられます。もちろん小田急線も千代田線、常磐線などの JR 各線の遅延を拾ってしまいます。千代田線との直通をやめて、すべての列車を新宿行きにしてしまえば遅延が減るのではと考えた方もいらっしゃると思いますが、先述した通り、新宿駅は世界一乗降客数が多い駅で、小田急の乗降客数だけでもパンデミック以前は51万人もの人が利用していました。地上と地下で計5つの線路となっており、新宿発着の列車の運行頻度も高く、ほぼ全ての各駅停車や特急ロマンスカー、急行・快速急行の列車は新宿駅を終着・起点とする運用が多いため、全ての電車を新宿駅に乗り入れさせることも難しいです。新宿駅の拡張工事をすれば問題はなさそうですが、未使用の1番線ホームのすぐ隣には JR 総武線各駅停車の三鷹方面行きと山手線外回りの線路があるため、拡張しようにも難しく不可能に等しいのが現実です。また小田急線内の世田谷区内の成城学園前や共同などの各駅からは、千代田線を使い霞が関や日比谷、大手町方面へと向かう利用者も多いこともあり、複々線化で増加した列車も千代田線へと列車を逃すことで新宿駅のホームに余裕を持たせることが可能で、新宿駅から乗り換え可能な山手線、中央線沿線の地域で、原宿に近い明治神宮前、有楽町に近い日比谷、東京に近い二重橋前と大手町、お茶の水に近い新お茶の水などの駅へ乗り換えずに向かうことが可能で便利なため、簡単に廃止できないという事情もあります。また快速急行を中心とした速達列車に利用者が集中していることも、小田急線で遅延が頻繁に起こってしまう原因であると考えられます。快速急行の混雑率は無料の優等列車の最速達種別ゆえか、朝夕方のラッシュ時間帯にはかなりの混雑率となっています。上りの新百合ヶ丘代々木上原間までが朝のラッシュ時間帯で最も混雑する区間、下りの代々木上原上戸間が夕方のラッシュ時間帯に最も混雑する区間となっています。それ以外の種別は混んでいるのかどうかというと、実際のところ朝のラッシュ時間帯に多摩線の唐木田駅から運転されている通勤急行も快速急行と同じ混雑度ですが、多摩線より距離が長い江ノ島線の藤沢、小田原線の小田原などを発着している快速急行の方が混雑率が激しく混み合っています。また日中時間帯でもこの快速急行は激しく混雑しており、午前中は小田原藤沢方面から新宿へ向かう上りが混雑する一方、午後は新宿から小田原藤沢方面へ向かう下りが激しく混雑しています。これだけ混雑しているのなら増発の声が上がってもおかしくはないのですが、2018年の複々線化以降、日中時間帯は毎時6本が運転されているだけとなっております。もっとも複々線化以前は毎時3本であったため、少しは改善されているのではないでしょうか。快速急行が激しく混雑している一方、急行や準急、各駅停車は比較的空いているため、比較的混雑している代々木上原新百合ヶ丘の区間でも座っている人の方が多いです。
さらに小田急では2007年に東海大学前駅で発生した電車のドアに旅客が手を挟んだまま発車してしまい、そのまま引きずられ旅客が骨折するほどの重傷を負ってしまったという痛ましい事故がありました。その教訓として、電車のドアが閉まった後でも完全に黄色い線の内側に下がっていることを確認しないと発車できないというルールが定められています。これによって安全確認に時間を要していることも遅延の一つであるとも考えられますが、鉄道の運行は安全第一のため、安全確認による遅延は仕方のないものでしょう。そして以前は朝の通勤ラッシュ時間帯などで混雑による遅延がとても多かったのですが、1989年から進められてきた泉多摩川東北沢間の 10.4 キロの複複線化の工事が2018年に完了したことを受けて、前よりも小田急線だけでの遅延は減ったのではないかと考えられます。いかがだったでしょうか。今回の動画をご覧いただいたことによって、小田急線は小田原線、多摩線、江ノ島線という3つの路線から成り立っていること、小田急線は東京メトロ千代田線や箱根登山鉄道など多数の路線と直通運転を行っていること、その中のうち東京メトロ千代田線は混雑が激しく遅延も多く、小田急が千代田線の遅延を拾ってしまうことがあること、その先の常磐線各駅停車も激しく、常磐線の快速や武蔵野線など他の JR の路線の遅延までも拾ってしまうこと、無料優等の最速達種別である快速急行に乗客が集中し混雑してしまうことが原因で遅延が生じてしまうこと、過去に発生した痛ましい事故の教訓から安全に対して厳しくなり、安全確認に時間を要してしまうこと、それでも2018年の複複線化以前より遅延は減ったことなどについて知ることができたと思います。この動画が参考になったと思った方はぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またチャンネル登録についてもぜひお願いします。それではご視聴ありがとうございました。